イレブンガールズアートコレクション展ですね、福屋八丁堀本店でただいま開催しております。企画しているプロデュースしている側の私からの各作家さんの一押し作品を、ね、紹介しております。こちらは長沼圭さんの私の一押し作品で、眠れる獅子っていうタイトルですね。いろいろね、動物心理学なんかでは獅子っていうのはなんかその人個人のねプライドを表す動物としてこう表現されたりとかしますけれども、こちらねこうちょっと優しい顔してますよね。作家さんが割とそういうおっとりした方なのでそうなのかもしれないんですけれども、こちらね今回長沼さん結構一番作品数は多く持ってきてると思うんですけれども、こちらの作品、ある中では中ぐらいのものなんですが、このサイズ F6 号なんですけれども、こういろんなものがね描かれていてねいいんですよね。ここ蝶々が飛んでいて、ここに何笑いカワセミっておっしゃってたかな、ここにもね鳥がいますし、植物もちょっと図案化されているんですけれども、実際ねある植物を取材されて植物園とかね、それでこう図案化して描いてるんですよね。あとね何気ないことなんですけど、この奥にねこうある林がこう太さだけじゃなくてこう色の強弱もあって、この青っぽく見えるのをね木が、向こうの木は青っぽく見えていて、こう遠近感がね手前の木はシルエットが強く黒くて、奥の木はね青くなっていてということで、そういう色彩での遠近感の描き分けとかもねこうしっかりできていて、一つの、ね、絵としてすごくねこういろんな要素、絵画としてのねいろんな要素が盛り込まれていて、一点ですごく本当いろいろ長く楽しめる作品なんじゃないのかなっていう気がしますね。はい、私の長沼圭さんの一押しの作品はこちらのですね、眠れる獅子という作品でした。